第7回ルーレット企画ということで、どうも皆さんこんにちは、荻野です。今回もですね、人気の企画となっております、全タグの中からルーレットアプリを用いて一つだけを抽出して、出たタグのキャラだけ詰めてパーティー組んで PVP 潜っていこうという企画なんですが、もう第7回にやるんですね。そしてこの企画をやるということは、そうです、ウルトラガチャをかけます。もし試合に勝つことができれば、新キャラウルトラターレスのガチャを10連引いて、もし負けてしまった場合はこちらのオワコンゴミクズ、誰も求めてないさっさと廃止しろ運営が生んだ黒歴史ガチャを引いていこうと思います。手持ち石も少ないんでマジで負けられませんね。それでは企画の方やっていきます。さあ、毎度おなじみルーレットアプリの方に飛んできました。いつも通りレジェンズの全タグをここにセットしていますね。そして今回新タグのターレス軍団も追加しております。これ引けたら普通に強いわ。それじゃあ早速ルーレットの方回していきましょうか。マジでお願いします。手持ち石4000個だから無駄に使いたくない。もうターレス普通に欲しい、強いもんだって。さあ何何くん、えおーナイス根血サイヤ人これは強いぞ。初めてこの企画で引いたよね。てなわけで根血サイヤの方を組んでいきましょう。さあ、根血サイヤ人の編成を組んできました。これは勝てるぞ。上3枚ほぼ固定かな。ブラとか入れてもよかったんですけど、めちゃめちゃ安定して一生取りたかったんで、雷受け3枠入れてるって感じになりますね。最強のびっくりびっくりびっくりも積んでおります。頑張りましょう。さあ来ました、相手はこれ孫一族パーティーか。なんか一枠ブロッカスが入ってるけど、これは上さんでいいんじゃないかな。アルハン初手かな。はい、こちらでやっていこうと思います。ちょっと待って、やばい、すげえ緊張してる。しかもね、結構ね、裏でレーティングを昨日上げちゃったんで、普通に強い方いっぱい当たると思う。てかこう見ると相手も根血サイヤ人じゃん。やべえな、トッツバリバリ高いじゃん。もう嫌なんだけど、この踏ん張り合戦さ、雷受け3枚3枚はマジで自利品になりそう。そう、あ、もうミスった、マジでバカ野郎。ちょ、ほんまに焦ってる。一旦カバチ入れて、まあ有利属性つけるのはいいっすね。オッケーオッケー。ちゃんとゴテンクス連れてきといてよかったわ。下げて硬いよ、射撃ちょうだい。ちょ、マジでこれカウンター、オッケーオッケーオッケー、ありがとう。カウンター先行で打って、強っ、これが根血のパワーだよな。よしよしよし、クソでかい、ありがとう。はい、まあ、ここは外すか。カバチェンおそらくしてくると思うので。ドン、オッケー。よしよし、待機付与して。アルハンでさっさと特殊を切って特化向こうで殴りたい。ナイスです。火力がやっぱ段違いだわ。孫一族とかで、アルハンもね、ウルメシも使うことが多いけど。ナイスナイスナイス。いや、これはマジでいける。ゴテンクスの存在がかなりでかいと思うんだよね。うい。削って。相手のアルハンを一方的に受けることができるんで、マジでありがたい。で、さらにキャラチェン。めちゃめちゃ圧かけるよ。いやー、それ、あ、しょっぱ。ただ、さっきカウンターしたばっかなんで。もう変身してくんの？ありがとう。それはめちゃめちゃありがたいわ。はい。で、特殊ドロー。相手のバニューバー一枚使わしたよ。使い来い。よっぽど！ちょー、もうなんで中距離な。やめてやめて、マジでやめて。待機待ってないんよ。でも、硬っ！いいね。おデブちゃんがめちゃめちゃいいわ。間に合え。無理か。体力半分いったんで、これで気力源が入るかな。下げて、手札機。強っ。一確認いきます。いや、もうちょっともうそれは中距離の話だったよ、普通に。中距離やばすぎって。竜神殺。こんぐらいさせてくれ。ドン。最速。いや、怖い。めっちゃぶっぱされそう。抑えて。免許ってこ。ちょーやべえ。後輩、ライ打って。速圧いきます。オッケーオッケー、危ねえ。えい。で、大河内にしかいないんで、ここ予約で。バチ削りするよ。もうこれ、ライ打ってもええな。正直、ライ打ってもいい。行くか、行きましょう。さっさともう、踏ん張り使わして。え、来てくんの？ラッキー。特殊圧。取れよ。マジで取ってくれよ。オッケー。さあ、雷先行したんで、よだめ判定も美味しい。ゴテンクスで玉パチっといたんが結構生きてるかもね。何してくれ。怖すぎ！ドーナツバル！助かる！助かるラスカル！よしよし！いや、これ、踏んべりまで行くだろ。多分。
すげえ、マジで火力すごい。射光もめちゃめちゃあるからね。優秀優秀優秀。もうこれ補正切り究極いくか、多分落ちるべ。ちょ、これ始末したらクソ楽。150万。いや、いけるだろ。うちのアルハンそんな立つねえけど、頑張れ、マジで持ってけ。はい、最強。来た来た来た、かぶそう。あー、ミスった。遠距離かい、遠距離だと知らないわ。でももうこれは相手どうしようもないよ。振り向こうは一応こっちで受けといて、一応ね、もろて。よし、ちょっと緊張してるから変なこと言えへんけど、おもろいこと一つも喋ってません。ただの食レポ実況だけど許して。怖いって。よし、来たー。はい、ありがとうございました。よし、いや、これはめっちゃ綺麗に勝てましたね。うん、ゴテンクスが偉かった。で、ちゃんと裏のキャラで殴ってきたし。いやいや、ナイスナイス、安定した一勝。さあ、てなわけで、ご褒美のウルトラターレス、10連引いていきましょう。よっしゃ。オッケー。いや、これ一発目やね。かなり流れとしてはいいから、もうこっから、もう普通に僕取り直しとかいつもなしでやってるんで、もう、あれだよ。30連、40連、全部ターレスの可能性あるからね。で、一発目緑背景だけど、ま、緑背景でも、ウルトラは出るよ。信じてます。金パレ。いやー、微妙。でもこういう微妙な演出から、なきにしもあらずだったりするんだよな。はい、一応見ます。普通にターレスはね、母体でクソ硬いから、これ以上とっつったら、てか、ここでウルトラ、ターレス当ててさ、もう次ターレス軍団でさ、普通にそのまま使わせてくれよ。頼むわ、マジで。どうだ、確定枠じゃないと思う、まだ。うおー、こんなん出るんだ。お願い、昇格なしか。おい、ふざけんな、マジで。マゼンタ2連チャン引く確率があるんだったら、レタスの方が出るっちゅってんの。はい、それでは2発目の方やっていきます。一発目かなり演技良かったから来い、強いよ。もう、もう一回根血でもいい、普通に。な、何分の、何十分の1か知らんけど、全然出るだろ、頼む。破壊神はやばいんだって、ちょ、もう。これ前地獄見た気がする。終わったかもしれん。まあ、パーティー、ちょっとキャラ一覧見て組んでいくわ。はい、第2戦目は、破壊神パーティーになります。おい、ふざけんなよ、マジで。スタメン8枚しかおらんやんけ。一応6周年に新キャラのビルスが来てたんで、これは唯一の救いだね。マジで助かるわ。猫、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 ヒゲ。やばい、これはマジでやばい。紫青ね。でもリーダーのトップ絶対出すべきだよな。お、もうクソ刺さり悪いけど、初手無課金ビルスで頑張ります。ちょ、これ買ったらマジでさ、もう普通にスーパーチャット8万円欲しいんだけど、これに関しては。もうガチャをかけた試合じゃないよ、これ。スーパーチャットをかけて欲しい。勝つぞー、マジで。ちょっとだけ集中、ワンコンボ取られたくない。危な。ちょ、鼻くそ投げたい。オッケー、ありがとう。鼻くそチャンスヒット。えい。あ、すごい50個出してくれんだ。まあ、とりあえず、唾液から言っといて、まあ、泥足あるこっちで殴りましょう。硬すぎや、もう、貫突50号とか、どうやって勝てばええねん、マジで。当たる相手悪すぎや。反応。特殊あったら終わり。もう、大体調子よくあるんだよな、こういうのはな。強すぎ、強すぎ、マジで。危ねえ。あの、攻撃、当たった一発目はね、めっちゃ阻害効果入るんですよね。撃って、この青ビルスね。オッケー、ケラチン通常とかしてる。今さ、これ待機回っ、もう待機回ってないにかけて僕行くよ。究極圧。回ったら回ったらもうしゃあない。回ると。なるほど。もうきついってこれ。まあ、どうせ打つタイミングないからしゃあないわ。これデュダーキ向こうが、30カウントつきます。うん、ちょっと強いな、やめろ。打って、押さえて、アーマー持ちがしかもいねえ、この編成。速痩せんか、何だって。もここ下げてボールマックスになったぞ。これ50号にかぶしたいよな、絶対。あ、やばい、これライト飛んでくる。ちょ、もうお上げすぎる、普通に無理だって。こんなライオケいないんだもん、絶対ライト飛んでくるだろ。ふざけんな、マジで。トップ捨てます。でも諦めてないよ、僕。マジで諦めてない。これに関しては。すぐ。OK? 特化向こうナイス。いや、もう、
ション狩りして、これ。いや、出してくるよ。あー、特化向こう行く。え？まあ、行こう。はい。使わして。ちょ、50問にかぶさないとまず始まらない。このゲームを。撃ってこい。あー、作れもう！キャッチメイ。手抱きさせました。これ行くよ。こいつはダメだ。こいつは相手。もう、それずるすぎ速行くよ。キャップでマジで出さんだろ。あ、倍10発ずつ回復します。大気射撃を使うと。これちょっと強い。地味にお前強いのやめろ。地味に強いのやめて。おもろいから。はい、バリ全回復。これ最速とのリセットあんぞ。くれ。このタイミング、オッケー。もう、勉強してるから僕。はい、外して、かまちゃん来い。オッケー。特化向こう。これ下げるしかないって。よしよし、いや、ちょ、欲張るわ、僕。欲張ります。よしプロ、え、マジでプロ、今の動き来た来た、マジでワンチャンできたよ、これ。はい、弾投げつけて、ここまでワンチャン作る人間いないよ。プロすぎる。何してくる？中距離タックル多い、反応。で、いや、もうだから、それずるじゃんって話を何回もしてる。やばい、これ、ライじゃねえ。究極飛んでくる。ちょ、もうずるすぎ、それはさすがに。ちょ、究極やめて。もう、くそつまんない。もう、背徳手系じゃん。全部背徳手でコンボ取られてんじゃって。もう、ひどいわ。しかも、ボール三つ空きがバカほど刺さる剣について。どうしよう。アップの、あっちを貸して、撃とう。押さえて。もう、どうすりゃええねん。怖いよ。中距離して。撃とう。場に使いたくね、かぶそう。よし、やばい、うん、ごしょ、いや無理だよな。大気ちょくそ、ここまでやったけど多分無理だこれ。いや通るけど、ラスワン50本をビルスで勝てる未来が見えない。パワーが足りねえよ、パワーが。反応ギリギリまでやんぞ、でも。よし。熱っ！くそ、気力がねえよ。あのパンシャー駅でオッケー。押さえて、あと4人が何回？いいぞ！なくなった、なくなった。ちょ、マジ。頑張れ！潰せ！逃げ切れ、ビルス！よし！ボール2周目たむろ、マジで！お前、気合見せろ、どうせかるよ。気合見せろ！特殊くれ、特殊！ああ、もうふざけんな、マジ。いや、でもよくやった、ここまでよくやったよ、マジで。いや、ほんまに頑張った。大変ありがとうございました。もうやだ、マジふざけんな。まあ、負けたことには変わりないんで、スーパーマスターズパック引きます。もうちょっとだから、意思4000個しかないんだって、元手が。本当に次新キャラ来んのにさ、またなんでこんなとこで無駄石はたかなあかんねん、マジで。クソつまんねえよ、この企画。誰がやり始めるって言った、うん、もういいよ、どうせしょうがないやつしか出ないでしょ、飛ばすよ。おもんなすぎ。こんなん周年の配布される無料チケットの方がキャラ美味しいわ。はい、3戦目の方やっていきます。もう本当にもう嫌なんだけど、このルーレット回すの地獄でしかないわ。あのハンターハンターのラッキーガイスみたいな、ゲンスルが下っ端に振らせてたやつみたいな、ほんまにやりたくない。来い、強いの。あーあー、なんとも言えん、今の人造はマジでなんとも言えん。でも破壊神よりかは当たりかな。組んでみるか。第3戦目は人造人間になります。これが僕の組める限界ですね。代表17とセルにサポートしてもらって、もうスーパー17の火力を押し付けるしかないかなって思ったんで、こんな感じで全開ビティ2枚乗っけてます。次ウルトラ2倍やからね、絶対に勝ちたいですね。頑張ります。来ましたね、劇場ゾーンみたいな感じだけど。いや、でも相手サルトツが優しいのは不幸中の差は誉れだ。でも天敵のウルトラタールスがいるね。いや、マジスーパー17使うときはほんまに青来てほしくないんだよな。しかも青枠がめちゃめちゃ硬いキャラなんか嫌だわ。勝つぞ。俺に従うか、それとも死ぬか。だから毎回言ってるだろ、てめえが死ぬ。行きましょう。早い回避ください。熱っ、あざーす。はい、こういうとこね、やっぱ
はい、特殊持ちのセミパイセンマジ最強で、ユニが溜まると倍回復します。優秀優秀で、ドロー速も今高いんで、こういう使い方だよね。はい、元気玉出してこんのか。こっちで行きましょう。まあ、スーパージュアでもうボール回収しに行きます。これは徹底的に。よしよしよし、いいぞ。初手のワンコン取れるかどうかはだいぶ違ってくるからね、動きに。もう一枚ナイス、麻痺つけて、さらに射撃ドローして。いやでもやっぱ勝てえわこのキャラ、バグじゃない、クソほど硬いんだけど。特殊か、いや持ってそう、特殊バカ持ってそう。これなんでタックル警戒しながら、あぶね。いやー友人してくるか、クソで、うちのセミパイセン、ナイスマイ。いやー熱くれ熱、いやどこでメイン切ってんの、ハプな耐えるだろ、耐えてね、やばすぎマジで。やめろ、反応危なマジで、やばすぎ今の。いやクソ外してるけど怖い、もう元気玉が怖い、今特化の子ないからねマジで怖い。よくしとこう、ちょやばいマジでパーティー差がありすぎる、危ない危ない危ない、早い回避くれ、もう範囲特殊じゃないとコンボ取れない私。ちょ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 、めっちゃ気力減してくるやん。しょっぱいしょっぱいしょっぱい、気力しょっぱい、どんだけ持ってんねん、キロこれ怖いわ。時止まして夜逃げ増加回避圧、いや下げないよ僕、いや無理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 、しんどすぎ。夜逃げ溜めてボール吐き入れて、ちょ痛いわ痛いわ、外さないで、あぶなマジで、どう攻めたらええねん。やったよしナイス、範囲特殊これ耐久付与して、今特化無効もあるはずなんで、危ないわこれ、元気玉にライン直当てするしかねえよな、ずっとやりたいよな。クソ削り申して、もう全員パーティー半壊状態なんだけど、普通にスーパージュナルで回復。いやこれターレスの腹パン圏内臭いよな、下げて17、まだユニケ溜まってないのお前、頑張れって、ちょもう怖いよ、メイキロここ何してくる、うん気力減ね、かぶそう、オッケー、さあ再起使わして、何これ、いかんの弱すぎよ、おお前マジで言ってる、ちょっともう無理だこれ、危ない危ない、使わして、もうしんどすぎさすがに、それってあ待機回るわ、いやいやまあ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 いいや、ちょっとターレスの今の再起使わせられへんの、火力なさすぎるってもうしかも弱れるし無理だって、4時射撃くれ射撃くれ射撃くれ、オッケー、はあ、怖いよ、詰めるよ、え、それ場にないよね、まあさすがにターレス捨てかな、お、はい、よし、でかい、マジで面切って、特殊物販来たら終わり、何してくる、アップな、封印して一角に行こう、ここ優秀ムーブ、よし究極直当てできたら一番よかったけど、仕方ない、使ってくれ、これでまあワンチャンできたか、はい、まあ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 、でバニーバイされまして、下げる、耐えるだろ、さすがにセミパイセン耐えて、ありがとう、でここ、こうして入れ、よしワンチャン作ってる、マジでマジでワンチャン作るプロさっきからワンチャン作るプロすぎるんだよねはい、2周目ためていこう、マジ頑張ろう、マジ頑張ろう、本当にいける、諦めなければいけるぞこれ、麻痺、いやワンチャンよだめ判定もありだな、はい、これ欲張ります、もちろん麻痺を見せる、よしよしよし、やってけこういうの、マジでやってけ、
で、味方落ちしてるんで気絶の確率も高い。いけ、気絶入れろ、気絶入れろ、気絶入れろ、ほんまに持ってけ気絶持ってけ。 20%。 あれあの即よーし、勝つぞ、俺は勝つぞ、絶対に諦めちゃいねえ、決してな、決して諦めちゃいねえぞ。特殊引いて、マジで諦めてねえよ。じゃあ行くれ。いや、これ、ここに来てクイックアッツとか来たら終わり。よし、それ回避できねえよ。よし、ちゃんと見極めていく。プロスいるよ、これ勝ってるだろ、これ勝ってるね、これ勝ってるね、多分。いや、いけるいけるいける、絶対勝ってる、絶対勝ってる、絶対勝ってる。よーし、よっしゃナイスすぎるまくりを見せて完璧な勝利だ。いや、よく落ち着いてやれた、やべえよマジで勝てたよ、めっちゃ嬉しい。はい、ウルトラ2倍の方ね、引いていこうと思います。いや、マジでさ、今の試合やばすぎんかった？絶対さ、宇宙代表17落ちた時に負けたと思ったでしょ、うん、僕も思ってたもん。いや、すげえよしよしよし、ちゃんと持ってけたね、勝ちに。いや、これはもうご褒美ウルトラタレスくれていいでしょ、マジでほんまにお願い。もう3枚引きしてもいい内容してたと思うわ。 0.7% だけど、あ、ブルー、いや、どうだこれ、ベジータ来い。いや、勝つか、ベジータ来たら新キャラ確定やったと思うんすけど。いや、お願い、全然緑3ポットでも諦めてねえぞ。2倍やからね、なんつったってギュイってなれ。もうしょうもない、もうモヒカン出してる暇あったらマジでくれ、ターレス。僕ね、動画外でターレスの母体引いた時も確か緑やったんすよね、忘れたけど。いや、全然来い来い来い、確定枠で来い、ギュイって奥から青いオーラ来い、マジで。いやー、ダメかマジで？あんだけやったのにさ。はい、というわけで今回はウルトラレタスガチャをかけたルーレット企画やっていきましたが、いや、どれも白熱の試合になったんじゃないかな。ただマジであの勝利を超えてターレス引けなかったんが悔しいわ引けたら完璧だったんだけどね。まあでも普段は上がり症な僕なんですが、逆に今回はすごい緊張感がね、プラスの方に働いて、いい感じにプレイできたんじゃないかなと思っております。というわけで、普段からマイナーキャラ、マイナーパーティー使いまくって面白い企画やってるんで、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またルーレット企画やってほしいって思ったら、ぜひともね、コメントの方にも書いていってください。それではご視聴ありがとうございました。